すいません。充電が間に合いませんでした。これさ、画面も消えたからさ、これ、切断になりうるねんな。いやでもどうしよう、お相手にどうやって謝ったらいいか分からへんくてさ、URL 省略。4回戦までとりあえず行きました。これでもな、まだ違うよって言われて本当によかった。これからはどうする、彼と本当によかった。最初から充電しとけばいいのに、なんでしてなかったんや。なんか1時間ぐらい持つかなと思ってさ、やってたら持てへんかった。コンソラこんばんは。今4回戦出る。これ勝てばリザルトだ。ザキワさんかグーリさんか。どっち来ても嫌やって。カヌイチさん、リザルト待ってます。リザルト、配信ってつけてリザルト乗ったら、効果はありそう。今日ですでに3回、2回か。立て直してるというか、配信をやり直してる。ルル、さん、本戦配信見ててドラが最速4回戦って聞いてこっち飛んできた。あ、マジで？サメキさん？ありがてえ。もしかして配信してることも言ってくれてたりして。配信大のコメント草。もしかして星空さん2連で出てるの可能性あります？いや、あるんですよ、それが。俺はやりたくないです、出れると。あのグーリーさん2000くか2000ぐらい行ってるじゃん。ラースさん、星空ミルダム。ミルダムじゃねえよ。アイスさんこんばんは。ミルダムじゃないかもよ。ロピさん、おかえり。ただいま。ヘルキチさん、リザルト乗って視聴者持ってくるぞ。視聴者、総取りするぞ。配信台に選ばれたい。もう、緊張してきた。4回戦で負けたらね、本当に悔しいから。もう16と32じゃ違うからな、やっぱり。グロピさん、危ねえ。間に合った。って言った直後に配信落ちるのマジでおもろい。あ、そこまで聞こえてた。全然間に合ってなかった。あ、そう、こっちの名前も星空配信にしないと。あ、してるわ。
デデデとアイスクライマーって相性どうなんやろうね。重量級は結構かまってそうなイメージあるけど。でも、アイクラ視力有利って言われてるけど、なんか、2000とか2100レベルのアイクラは、なんか有利って言われへん。マジで、コンボがやばい。盾にしても死ぬからな。だから一生、マジレスの立ち回りしないといけない。コメさんが言ってたけど、ザンの下スマが機能するとか言ってる。基本的には有利やから、ね。どっちが来てほしい？カヌイチさん、どっちが来てほしいとかあります？相性的にはアイクラやけど、さっきデデデに勝てたから、まあ、デデデの方が来てほしいかな。まずちゃん配信代もあるんでね。嘘。配信代リゼアスマサやった。もう今、口内炎6つできてるからマジで痛い。なんでできたかっていうと、コップ持ちながらドア開けたらさ、ドアがコップに当たって、で、コップが口に当たって、口の中、血だらけになって、そのまま口内炎になってしまった。マジで痛いよな、口内炎って。ヘルキチさん、6つ早ばすぎ。やばいでしょ。ギネス記録じゃないこれ。カヌイチさん、辛い。うん、口内炎の辛いところは、飯が楽しくなくなる、ガチで。まあ、美味しいんやけど、食うたびに、口内炎の憎しみが、もう、やばい。だから今日はね、もう、お茶漬け食いました、夜は。まあ、ファミスマまで時間なかったしさ、パーって終わらした。だから多分ね、腹減ってくるやろうな。水風さん、何食ったら6個もできるんだ、わら。いやいやいや、コップで怪我しただけですよ。金属製のコップやったから、あいつ強かった。ヘルキチさん、自分で飯作んの？いや、違うよ。実家暮らしやから、お母様に作っていただいています。助かるな。ふときわさんとぐうりさんの試合めちゃくちゃ気になるんやけど。いつ来るかドキドキしてんもん、俺。カヌイチさん、星空クッキング？星空クッキング？俺カップ麺しかできねえわ。嘘。さすがにチャーハンとかはできると思う。料理できる人、すごいよな。カヌイチさんもよくツイッターに上げてるけど。カヌイチさん、配信ワンチャン。配信ワンチャン？いや、もう全部焦げて終わりや。フリートとかでさ、たまにウニ玉さんとかあげてるねんな、深夜に。あれガチできつい飯でろ。美味しそう。あとツイッターがね、グーリさん来たってやだよ。ゲンデレレはやみそうですね、普通に。カヌイチさん、あの時間のフリートは許せませんね。あの時間のフリート許せねえよ。フレンドか。このまま待ってたらいいか。俺、まあ、もし勝てたらの話、あ、違うわ。ワンチャン3年でやったけど、もうその子の世話なくなる。
この BGM が神様。玉手尾さん、復活してた。復活してた。さっき、間に合ったーって言って、間に合ってなかった。絶対俺先にね、充電させたよ。消える前に。PC が充電消えそう言ってる間にしたったよかったやんな。俺が悪いな。ごめんな、PC。あっちで。笑った。笑った。緊張してます、僕は。とても。ここで慣れてね、喋りながらスマブラするのが苦手という意識を克服して。お願いしまーす。戦場。頼むー。無理やったわ。もうこれ負けたくない？マジで？重すぎん。え、当たる？くそ。ね。あ、そっちだね。ずる、さん、重いね。重いかな。惜しい。今のデカすぎー、マジで。今上に追い込んでた。余計なことしたー。まだまだ粘れたのに。たこ焼きさん、うますぎです。うまかったね。ああ、噛み合ったー。さん、火力高すぎ男。いや、今の負けのムーブやったな。だって、一気に 50% ぐらい増えたもん。うん。これをしのいだのはでかい。お、20人、感謝。ありがとうございます。ません、ちょっと鼻のすする音、うるさくて。印象が。試合展開が早すぎる。試合展開の速さが、俺の売りだぜ。流れ早うかったけどさすが。ああ、2回連続相手に引かれた。さあ。フルフルプレラップ。まあいい。マイナス。最高、出力最高。
あれ壊すよ、あれ壊すよ。貸してくれ。あれ、あれ無理。怖いよラッシュ掴み、そう。ナプした。ダウンになってる。まあ、なんで？最悪、マジで最悪。最高。惜しい。いや、なんと。クラゲチャンネルさん、全盛期星空男。まあ、まあ、あ？あ？最悪マジで。もったいなマジで。ルル、3、え？死ぬんかよ、あれ60やぞ、俺。ねえ、マジで。マジか。マジか。マジか、しか言えねえわ。さすがに、これは。カムイチさん、飛ぶのか。それな。ショウ、ルル、3、飛びすんぎ。クラゲチャンネルさん、未来。これで負けたら、これは悲しい。まあ、あっこであれを通した相手がまず、あとしたら死んでるし。まあ、今のはさすがにもったいなかったね。さすがに耐えると思ったけどな、どうだっても。たこ焼きさん、ファイトです。
水風さん、いける。待って、ピカス。最悪や、もう水来たよ。今も盾にしたもん。もうもうもうマジで泣いた。ありがとうございました。すいません、したってマジで盾に。あの一さん、熱かったです。ありがとうございました。あーもうマジで悔しい。あ、水風さん、顔最後、欲張って残にして60パーぐらい食らったのよくないな。夢のリザルト入りが。泣きそうや。走ってルル3、0から68まで一気に稼がれたの痛かったなぁ。ルル3、オツゾラや。0からあんだけ稼がれると思ってなかったな。本来ならあっこで残念するべきではなかった。正直早く撃墜したが。カヌイキさん、ザンゴルドを痛すぎ。エルキチさん、2草目も3草目も惜しかった。たこ焼きさん、おつぞらです。ありがとうございます。2戦目落としたのがマジで痛い。まあグーリさんとはいつもいい勝負やからな。メイドでも大会でも。このままやっててもなんか文句垂れるだけなんで終わりますね。ありがとうございました。